ねえ、開ける？ん？好きだよ。え、何が？私も好きなの。ワンピース50巻、ゾロの、何も、なかった、のシーン。え？ああ、観覧車の時に話してたあれか。それよりさ、ひな、ワンピースで一番好きなシーンとかある？迷う。けど、やっぱり、ちょっと待って、星野くんは？俺は、そういや、ひな、あの時教えてくれなかったもんな。だって、まさかの同じなんだもん。なんか言うの恥ずかしくて。いやー、かっこいいよな、ゾロの。何も、なかった。うん、かっこよすぎ。まあ、もちろん他にも好きなシーンは山ほどあるんだけどな。過去での未来を変える権利はみんな平等にあるんだよ、とかね。カルガラの、鐘を鳴らして、君を待つ、とかな。ずいぶん渋いところ好きなんだね。そういうヒナも大概だぞ。おい、何をしてる？まだ撃ってないのか？うるさいわね。相手があんただったら今すぐにでも撃ってるわよ。でも、今目の前で重大事件が起きそうなの。重大事件？何を言ってるんだ。世界が滅ぶかもしれないってこんな時にこれ以上の重大事件って一体何だってんだ。敬語で話しなさい。何だって言うんですか？告白よ。はい？だから、告白よ。私にはわかる。今まさにあの子は自分の気持ちを言葉にして伝えようとしてる。なんでそんなことがわかるんだ？ですか？女の勘よ。またそれですか。でもちょっと待ってください。なおさらやばくないですか？告白なんてしてもし振られでもしたらボタンを押してやり直そうとするかもしれないでしょ。うるさい。一人の乙女の心の内を言葉に変えて伝えることの重大さ、なめんじゃないわよ。世界は愛から始まった。それならもしも愛によって世界が終わるのならそれもまた一興じゃない？あ、のさ、ん？なんか、なんていうか、なんだ？しっかりしろ、私。どうした？ヒナ。好きだよ。え？うん。だから俺も好きだぞ、ゾロのシーン。そうじゃなくて。え？タケルのこと。え？え？そうそう、なんで言うて？動揺しすぎでしょ。いや、俺、告白とかされたことないから、さ。私だって小学生の時以来だよ、告白なんて。あー、言えた。すっきりした。え、ありがとう。ちょっと、シャキッとしてよ。私の方がなんか恥ずかしくなってくるじゃん。だって、急にそんなこと言ってくるからさ。急だったなぁ。私にとっても。え？正直さ、初めて見た時から好きだったの。一目惚れだったみたい。初めてって、あの病院か？そう。あの時、この人が助けてくれたんだって。最初、あんこから人工呼吸の話聞いた時はそれ焦ったけど、この人でよかったって思ってたの。なのにさ。え？次会ったら露出狂になってんだもん。最悪だよ。綺麗な夏の記憶としてしまっておきたかったのにって。いや、あれは本当、ごめんな。その後も、まさか同じ家で過ごすことになるなんて思わなかったし。それは俺もびっくりしたよ。師匠何も言っといてくれないから。いざ話してみて、話が噛み合わないなら、それはそれで諦めもついたろうね。好みも一緒だし、ツッコミ方も一緒だし。でも、ヒナ、俺にずっとムカつくって言ってたじゃん。鈍感め。え？それはさ、多分、これ以上近づきたくないって思ってたもん。これ以上、この人のことを知ったら、もっと好きになっちゃうかもしれないって。だって、私たち旅行できてるだけだしさ、次いつ会えるかもわからないし、これ以上仲良くなっちゃったら、これ以上好きになっちゃったらって。言いたいことはちゃんと言った方がいいよ、ひなちゃん。って思ってたけど、やっぱ好きになってた。だから、伝えようと思って。好きだよ、タケル。ありがとう。あ、花火、終わったみたいだな。一緒に見れてよかったよ、ももか。俺も、あのさ、俺も、返事っていうか、なんていうか、そんな感じなんだけどさ。うん。気持ちはすごい嬉しいし、俺もひなは話してて楽しいけど、俺そういう付き合う、なんか正直よくわかんないっていうか、花火のことで頭いっぱいっていうか。勘違いしないでよ。え？私、付き合ってなんて一言も言ってないよ。え？あ、なんか、はずだってわかってるもん、タケルが花火バカなのは。花火バカって？頭の中、お花火畑だもんね。お花畑みたいに言うなよ。そんなところも込みで好きになったの。私はただ伝えておきたかったの。ありがとう、聞いてくれて。いや、俺も言ってくれてありがとうな。ああ、
でも、まあ、一応私は失恋したってことになりますな。え、あ、いや。ちょっと、エコピンしていい？え、なんで？そりゃあ、女の子振っておいて何の罰もないわけないでしょ。おう、そういうものか。ほら、目つむって。あんま強くやんなよ。え、ちょ。近いし。え、あ。ほら、あんこもおじさんも待ってるだろうし、帰るよ。あ、ちょっと待、しょっぱい。早く置いてくぞ。お、ちょっと待った、今行く。もうこのボタン、いらないね。えいっ。え、ひな、なんだ今の。わかんない、101発目の花火。また世界を作っちゃいましたね、マリコ様。今回、私は何もしてないわ。またまた、マリコ様がボタンを破壊してくれなかったら、この世界終わってたかもしれないんですよ。ボタンを破壊したからじゃない。え、世界が終わらなかったのは、あの子が今を諦めなかったからよ。あんこー、ひーなちゃん。え、あれ大丈夫？二人ともびちょびちょじゃん。何があったの？え、何って。え、あー、何もなかった。今日の動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント、あと周りの人に勧めるとかよろしくお願いします。エンディングコメント、お久しぶり。いや、喋りたかったよ。喋りたいことが多すぎるよ。胸がキュンすぎて。夏ってなんでこんなに、切な的でキラキラ輝いて見えるんでしょうね。8月毎日投稿、夏のバカンス編もあと1話。走り切るのを見守っていただけたら嬉しいです。また明日の動画で。